12月10日午前の取引が終了しました。日経平均株価は下落しています。今日の前引けは昨日との比較で115円63銭安の 28,609 円84銭となりました。トピックス東証株価指数も 5.32 ポイント安、 JPX 日経400 39.35 ポイント安、それぞれ下げています。東証一部値上がり銘柄数は全体の約 31%、 674銘柄、これに対して値下がりが約 64%、 1390銘柄となりました。変わらずが 5% 余りありました。トピックス規模別株価指数もいずれも下落、大型中型小型揃って軟調、新興市場も含めて全体的に下げているという今日の前場の試合です。商いは実質の商いとしては少ない水準と言っていいでしょう。前引け段階での売買高6億3200万株余り、売買代金が1兆5574億円、1兆5000億、節目の1兆5000億を超えて前引けとなりました。ただ今日は株価指数先物オプションの SQ 算出、いわゆる特別生産指数 B 算出日ということでありまして、先物オプションなどの決済が12月ものの決済が行われたという特殊事情があります。それに伴いまして数千億円規模で売買代金が膨らんだというふうに技術的な要素として考えられますので、それを除いた実質的な商いという意味では1兆円台前半というところですから、少なめということになろうかと思います。今日は朝方から全体的に売り注文先行して始まりました。日経平均株価午前10時過ぎには240円余りに下げ幅を広げる場面もありました。昨日のニューヨーク市場でハイテク系の銘柄中心に株価が下落したといった流れが波及しまして、景気敏感株あるいはハイテク系の銘柄などに売り注文が先行しました。もっとも下げたところ、日経平均株価2万8500円を割り込んだところでは押し目買い、買い戻しなども入りまして、一旦200円以上に下げて以降は下げしぶり、結局前引けは115円安ということで、一番安いところから見ますと下げ幅を半分余りに縮めて終わったというのが今日の前場の動きでありました。アメリカで今晩消費者11月の消費者物価指数などの発表を控えているといったこともありますし、来週には FOMC もあるといったスケジュールなどを意識して積極的な買いが手控えられている試合が続いております。そういった中で前場の段階個別銘柄で下げが目立った銘柄といたしましては、旅行大手の HIS9603 が大幅安となりました。昨日の取引終了後に子会社2社におきまして、会計処理の前提となります取引事実の精査が必要になる事案が判明したということが発表されています。今日の午前中にはこれに伴いまして来週に予定しておりました決算発表を延期すると、13日の予定だった前10月期の決算発表を延期するといったことも会社側から発表されておりまして、これを嫌気する売り注文に押されています。逆に上昇した銘柄といいますか、大量の買い注文が入りまして、前場段階では値がつかなかった銘柄としまして、東証マザーズのビジョナル4194が目立っております。こちらは転職支援事業を手掛けていますいわゆるビズリーチで知られている会社でありますが、昨日の引け後に今7月期の第一四半期決算を発表して、これが非常に好調な内容だったということ、さらに7月期通期予想今7月期通期予想を大幅に増額修正したということで、大量の買い注文を集めてストップ高買い気配のまま全引けとなっております。以上、今日全引けの模様東証アローズからお伝えしました。